リー・李小牧宇都宮検事が応援演説、新宿区議会議員選挙の候補者。現在行われている新宿区議会議員選挙に立候補している中国系日本人のリー・牧さん。こちらに対して本日宇都宮検事さんがこのように応援演説を行いました。この応援演説についてリー・牧さんはこのように 大喜びされてるんですが、この李小牧さん、尖閣諸島は中国のものだと発言したり、多くの中国人は日本に帰化しても心は中国のままだと、関兵さんのように心まで日本になるのは珍しいと発言したり、また、金美霊さんを誹謗中傷したりと、様々な問題発言が確認されております。本日さらに 以前ですね、都知事選に立候補した宇都宮賢治さんまで応援していることが確定いたしました。この宇都宮賢治さんがどういった人物なのか、皆様調べていただきたいんですが、これまでの李小牧さんの発言や、こういった人脈を見てしまいますと、李小牧さんは国民の代表たる議員としては、 不適格だと思われますので、皆様リーコマキさんには絶対に投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。